皆さん、こんにちは。スイです、えっと。ついに詳細が出ましたね。ユニクロ U の2021年 AW ですね、えー。9月17日に発売ということで、ユニクロの公式ホームページの方で先日、ルックと商品の詳細が発表されました。まあ、ユニクロ U ってもう毎シーズン毎シーズンですね、ほんと楽しみでして、僕もあの毎回毎回ほんと発売日とかも、もう翌日とかに見に行きますし、 いいアイテムがたくさんあると思いますやっぱり春夏以上に秋冬物っていうのはあのかなり楽しみでしてで僕も早速ですねホームページの方をチェックいたしましたで、えー、ユニクロ湯今回の全貨のレビューとかですねあのファッション YouTuber の MB さんとかですね他の YouTuber の方にお任せしまして、えー、と僕はですね個人的に気になるアイテムを3点ご紹介していきたいと思います、えー、ちなみに今回のテーマがですねルームウェアからマち着まで使える、えー、いわゆるワンマイルウェア的な服作り はい、といすそれでは早速見ていきたいと思います。えっと、まず1点目なんですけれども、こちらですね。フランネルワークジャケットセットアップ可能。こちらが、えっと、かなり気になっております。で、これ、つになるパンツもあるアイテムになってまして、セットアップが可能になっております。ディティールとしてはですね、 こういう一般的なジャケットではなく、えー、とワーク風のジャケット、まあ、ワーク風というかもうワークウェアですねそこからデザインを取ってきたようなジャケットになっておりますこんなポケなんかちょっと斜め向いたポケットとかですねはいでそのワークウェアをフランネル生地に落とし込んでいるアイテムになります内ポケットもあるんですねかなりポケットいっぱいありますね いいですねこういうの助かります通常のですねセッットアップにに飽きたっってていいいいう方にはすすごくこれいいんじゃないかなかと思っております僕自身もあのセットアップってあの持ってるんですけど、まあ、普通のジャケットとはスラックスですね、まあ、セットアップなんですけどまあ一着持ってるとほ他にセットアップ欲しいってあんまり思わなくてですねなんで逆にこういうワークウェアのセットアップ、まあ、作業着のセットアップですねとかですと、まあ、ちょっと癖があって面白いなと。 思いますまあ、ただこちらはそのワークウェアなんで結構カジュアルな印象が強いめなので、えー、サイズ自体はですね確かあんまり大きくないんですよね。L サイズであごめんなさいちょっと見づらいですね。L サイズで着丈が72で肩幅51身幅58という感じなので。 あんまりそんなにちょっとゆったりぐらいで、まあ、大きくないっていう感じですねでここはやっぱりワークウェアっていうカジュアルなあのディティールなのでそこはサイズバランスを、まあ、タイトメタイトタイトじゃないですけど、まあ、ちょっとゆったりぐらいに抑えることでバランスをとってるのかなと思いますでこれ実際に着用の写真もあるんですけどこちらですねうんかっこいいですねこちらブラウンカラーですね普通になるパンツもですね 同じような、おそらくワークのディティール、あでも、イージーパンツなんですかね。なんかワークパンツみたいな、こう、引っ掛けみたいなのはあの、なさそうですね。まあ、イージーパンツの、ちょい緩めぐらいの、こちらも、えー、サイズ感ですかね。で、で、これく、くアンクルですかね。アンクルなのかなくるぶしぐらいまでの丈の長さに見えますね。ああ、でもフルレングスがいいな。 あちょっとここは気になるところですね。アンクルなのかなイージーワイドフィットパンツ。アンクルってはでも書いてないと思うのでフルレングスかと思ったんですがもしかしたらアンクルかもしれないですね。アンクルってもう今あんまり履きたくないというかなんかそんな気分なんですけどアンクルなんかなちょっと気になりますね。 まあセットアップって本当あのコーディネートがもう簡単に決まってしかも様になってくれるので本当に楽なんですよねインナーと靴を選べばもうコーディネート完成しますんでしかも上下は、えー、まあジャケットスラックスっていう大人っぽいアイテムなんで何持ってきても基本的に様になるっていうところでこれちょっとワークウェアなんで若干気をつけないといけないかもしれないんですけど、まあ、そういうところで非常に楽でもうなんかズボラな僕らに 僕には最適なあのアイテムかなと思っておりますただですねこれよボタンがもう4つボタンですねなんか下だけ開いてますけど4つボタンでしかもワー,クのワークウェアのセットアップなんで、まあ、かなり癖は強いのかなと思いますの服好き向けにこうふ振ったようなセットアップかなと思いますカラー展開はブラウンとえブラックですね まあやっぱブラックが一番無難で合わせやすいと思うんですけど、まあ、なんとなくこのブラウンに挑戦してみたいような、えー、今気分ですね、まあ、もちろん着てみないとわからないんで買うかわからないんですけどちょっとこれは気になっておりますはいそれでは次のアイテムですねいろいろ気になるのがあるんですけど、えー、僕が気になったアイテム2点目はですね下の方あこちらですねデニムオーバーサイズシャツ過去長袖 こち,らですね、こちらが2点目気になっております。でこちらのです、ねえー、とカラーがこのインディゴですね。デニムの,あのもうほんと一般的なインディゴのカラーが気になっておりますで。こちらが大きめのシルエットと程よい厚みのデニム素材で羽織りとしても使えるシャツという説明文になっております。えー、とこれはです、ね、あのデザインがシャツで素材がデニムという本当、ね、分かりやすいバランスの。 取り方をされているアイテムになりますシャツなんで大人っぽい印象もあるんですけど素材はデニムでさらにリラックスしたシルエットオーバーサイズですねなのでそこはカジュアルということで大人っぽいドレスな要素とカジュアルな要素がうまく混ざり混ざっているアイテムになるかなと思いますこういうですねシャツジャケットのようなアイテムって1枚でもですねもちろん着れますしまあ、中に T シャツとかロンティーとか入れてアウター的にも使えますし、まあ、さらにこの上から大きなです、ね、コートを羽織ればインナーとしても使えるというところでかなり万能なアイテムだと思いますこの中にロンティーですかね、まあ、タートルネックとか入れてちょっと上のボタンを2つぐらい開けてでその上からめちゃくちゃでかいコートをこうバサッと羽織りたいなと、えっと、個人的には思います少し襟の形が大きいですね そしてポケットの位置が少し下にこう落ちてるので通常もっともう少し上だと思うんですけど真ん中ぐらいまで落ちてますんでそこでもラフな印象が出てるかなと思いますシャツジャケットとかってほんといろんなですね着方ができるので、まあ、ちょっとお小遣い性のですねアラアラサの方とか、まあ、僕そうなんですけどすごくありがたいアイテムかなと思いますしかも長いシーズン使えますしねでカラーはですねカーキと、えー、ブラックですね があります。このカーキはルックで確か使われてましたよねはいそれでは3点目なんですけれども最後ですね3点目は、えー、パンツになります、えー、こちらですねワイドフィットワークパンツこちらになりますでこちらがワークパンツをベースにしたワイドパンツコインポケットの最後までこだわった1本ということなんですけどえっとこれですね4,990円なんですよねでユニクロのパンツの中では まあまあ高い部類に入るかなと思うんですけど。えっとですね、これ素材がモールスキンの素材を使っているみたいなんです。ユニクロでモールスキンって多分初めてなんじゃないかなと思うんですけど。モールスキンというのは名前の通りモグラのですね、毛皮のような手触りをした。え生地のことを言います。あのヴィンテージのワークパンツとか。でよく見られる、あの素材ではあるんですけれども。 これが何かですね触るとうーんまあもぐらの毛皮は僕は触ったことないんですけどなんかふわふわっとしたようなででぬめりのある光沢感があるような生地になっておりますこれ触ってみないと本当、なかなか伝えるのが難しいんですけど,、まあ、ど本当に独特な、えっと、生地感になっております、まあ、他にもピーチスキンって言ってこちらはその桃の,な桃,の桃を触った時のザラザラっとした 皮の質感に似た生地のことをピーチスキンってったりもするんですけど、まあ、それに結構近いですかね、うん、余計なんかピーチスキンとか言うとよく分かんなくなりそうなんですけど、まあ、ちょっとそういったあの生地感になっておりますで、えー、ディテールもですね本当ワークパンツをから着ておりますねでこういうフックもついておりますね でシルエットがですねワイドストレートみたいでしてなのでこれもルックがあありますねこんな感じであの太いままストーンとテーパードせずに先端まで落ちていくようなシルエットになっているかなと思いますなんかこういうヌメッとした光沢感があるの若干見て取れるかなと思います モールスキンという素材自体僕大好きでその瞬間めちゃくちゃテンションが <laughs> 上がりまして、まあ、ユニクロでモールスキン作るんだとか思ってですね、えー、まあそこがまあなんか結構一番でかかったりするんですけど、えー、説明文にですねえー、っとですね,ここですね本格的なワークフラン製ワークウェア使われるモールスキン素材でわずかな光沢があり耐久性に優れ長く使えて洗うたびに風合いが良くなる ということで、あの公式のえっと概要でですね、あの経年変化が楽しめるということが書いてありまして、うん、なんかすごく楽しみですね。こういうのはいいですね。値段はしてしまうんですけど、うん、面白いアイテムかなと思います。カラーはですね、まあ、僕ブラックがちょっと気にはなっているんですけど、えー、っとそうです、ね、ブラウンとかはまあいいかなと思います。ただブラックの方がモールスキーのじわっとした光沢感があの でうまく出てくれるかなと思いますので、えっと、黒をこうチェックしていきたいなと思っておりますただまあワイドストレートなのでシルエットがですねちょっと難しい可能性はありますよねうんこれもやっぱり試着次第にはなるかなと思いますてか今思ったんですけど、えー、これも <laughs> ワイドフィットワークパンツで、えー、1つ目もワークジャケットワークのセットアップで2つ目もデニムオーバーサイズシャツってこれデニムもワークウェアの素材なんで全部ワークかよっていう。 感じなんですけど、ほんとね、でもなんか好きなんですよね、ワークウェアって。ワークウェアってディティールは大人っぽいと思うんですよね。ジャケット、襟があったり、うんまあ、スラックスみたいな形であったり、ただ素材はデニムとか、まあ、色味はなんかちょっと青っぽい、あの薄い青とかですね、そういう色だったり、まあ、モールスキーの素材だったりですね。なんかそういったこう、大人っぽさとカジュアルな要素が 結構入ってうまく入っているのがワークウェアだと思うんで、まあ、決めすぎずカジュアルすぎないっていう、まあ、ちょうどいいバランスがすごく僕はいいかなと思って大好きですねはいということで気になるアイテム3つですねご紹介させていただきました 皆様はどのアイテムが気になっていますでしょうかぜひコメント欄の方で教えていただけると嬉しいですユニクロ U はですね2シーズンほど前から全国店舗展開になりましたので在庫がですね結構潤沢にあるイメージですなので焦らなくても大丈夫だと思いますコロナウイルスのですね最近あの感染また拡大しておりますので気を皆さんですねぜひ気をつけながら楽しめればいいのかなと思っております それではこの動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。